皆さん、こんにちは。みやこです。前回は、あまり、紹介できなかったんですけども、今回はですね、ハックがちゃんと成功できたので、紹介したいと思います。今は、見慣れない画面が映ってると思うんですけどもね、これはですね、Wii を、ハックするためのアプリケーションといいますか、ソフトウェアといいますかね。そういうやつです。で、このまま、ランチゲームから始めると、ハックされた状態で始めることができるんですけどもね。ハックは改造コードなど含めてです。前回は4つのコースを入れ替えただけなんですけども、今回は4つのコースに加えて、変えて、で、また、新しく、8つかな？ 8 つぐらいステージを追加しました。よし、やっていきますかね。このまま、一応ですね、ハックし、されたとわかるように、あらかじめ BGM を変えてるんですけどもね。このまま、ハックされた BGM に変わっていれば成功です。ちょっと止まんないで。よし、成功しました。ずいぶん懐かしい BGM だと思うんですけどもね。どうでしょう、皆さん、お分かりの方いますでしょうかね。私にとってはすごく懐かしいんですけども、皆さんの中ではね、全く知らない BGM という方もいらっしゃるかもしれませんけどもね。この BGM はですね、任天堂64時代のスマブラの BGM です。オレ曲セレクトから、変えることできるんですけどもね。ステージ追加のコードを入れてるので、ここ、8つの エレクトロプランクトン。エレクトロプランクトンが出ているんですけどもね。ここは後々紹介したいと思います。オレ曲セレクト画面のステージのアイコンは変えていないので、このままになっているんですけどもね。で、この BGM ともう一つ変えたんですけどもね。この BGM は 任天堂と全く関係ないんですけども、無双オロチというゲームから使わせてもらっています。個人的に合うかなと思って追加しました。ですね、結構からしたんですけども、一つ注意することがあります。私のハックではですね、競技場の組手を選ぶとちょっとバグってしまうんですね。バグって言ってもフリーズするバグではないんですけども、
雑魚敵が一つの箇所、一つの場所からしか出てこないんですね。なぜかそういうバグが生まれてしまったということなのでね、みんなで大乱闘のみ使うことをおすすめしまうね。しまうってな、しますね。まあ、私のこのデータ欲しいという方はいないと思うんですけどもね。この場面で、まあ前回紹介した4つのステージを入れて、2つのステージをさらに入れ替えました。前回紹介した4つのステージはもう飛ばして、新しく追加したステージから紹介したいと思います。ではまずこちらハイラル城なんですけどもね、このハイラル城はですね、あら、ちょっとすいません、 BGM がすいません、これで大丈夫だと思います。ではもう一度、このハックではですね、あの竜巻は出てこないんですけどもね、あら、ダメじゃないこの野郎、あら、反撃じゃー、何をしてるんだ、おっと、あれ、なんか攻撃したのに当たらないっていうことがよくあるんですけどもね、なんか敵優先されてるんじゃないかって思っちゃうんですけどもね、この野郎、おっと、うわ最悪だ、お侍ゴロ、なんとか頑張って、もうじゃない、この野郎、あれ、ちょっとあんまり私スマブラ上手くないのであんまり期待しないでくださいね。サドンですかな、サンダーファイヤーか、 PK ファイヤー強い。ここのリザルト画面も変えました。何気に英語表記になっているのがですね、残念なんですけども、じゃあ続いてヨシストーリー、ここはですね雲なしのヨッシーストーリーになっています。 N64 の方でもですね、まあチートで使えば
ックもなしにできるんですけどね。あー取られた。スタッフィーか。来ないで。全然 PK フリー、 PK フリーズ使ってないわ、この野郎。PK サンダー強すぎでしょ。おそのまま死んでくれ。危ない。使ってるガードするとアイテム跳ね返すやつ。え、うそ。そのガードリフレクーター何でしたっけ、ちょっと名称忘れたんですけども、なかなか難しいんですよね、あれ。まあまあそんなことは置いといてですね、次プリンスターいきます。うわ、マルス、ここはですね、この3が上がってくるのがめちゃくちゃ早いです。64の方ではなかなか上がってこなかったと思うんですけどもね、まあ別にいいんですけども。あーあ、うそうそうそ、帰ってこれた。前回ですね、ウィースクラッパーという、まあ、ソフトを使って入れ替えてみたんですけども、その時ですね、バグってうまくそのスタート位置から始められなかったんですね。まあ、なのであの時は、前回はまあ勝負できなかったんですけども、うわあ、うわ、エキサイトバイクかよ。あら、ひどい。お、帰ってくれる。あ、あれ、この野郎。うわ、最悪だ。しかもマルスかよ。やばい。うわ、負けた。まあ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 、仕方ないですね。
じゃあ次、あれ紹介し忘れてないですね。続いてはこちらです。このコース名のなんて言うんですかね、ハックするときはですね、コース名を作ることもできるんですけども、このジャングルのコース名のフォルダがてかファイルがあったので、まあ、使わせてもらってるんですけどもね。あら、ブロールボックスというまあソフトを使ってまあいじれるんですけども、あー最悪だ。正規版でもなんかたまに変なファイルが入っていることもあるんですね。わっ、カシャーンって音して、あーやばい。なんだ、あー、くそ、負けてる。大変、くそー、やばい、負けたかな。うわー、また負けちゃった。わお、まあまあ仕方ないですね。続いて工場戦なんですけども、こちらはメインコースにある3つのエリアに分かれるコースなんですけども、そのエリアの一部のエリアの一部のみのまあコースです。もうグダグダだ。あら、踏むな。次こそは勝つ。あら、あーやばい、ピケファイヤーで、あー始めちゃった。しかもまた音声が、よしよしよし、やっと1回じゃない。たまに爆弾来るからな、怖い。
よしよし。お。あー、同じところだけ。勝ったよね。よし。では次、ちょっとところどころ音声が。ここは悪の使者に出てくるエリアですね。ちょっとあんまり覚えてないんですけども、あんまり悪の使者やらないんでね。ほら、あれ当たらないんだけど。こら、なんで怒った。まさかあれで行っちゃうとはね。あら、あれ、なんで。やばい、負ける。いですよ。いや、3連ではないですけど。まあ、続いてタブと戦うところです。またウルフかよ。リベンジするわ。てかここを戦場終点とやればいいんですかね。終点と入れ替えた方が。あれ、今のファルコか。わけわかんない。あれ、よし。あ、タブーと戦ったとこ懐かしいですね。あれって絶対食らう、てか、食らうというか、死ぬ技ありますよね。あれ、どうやって回避すればいいのか、全然わからないですよね。あら。よし、あら、この野郎。なかなか飛ばない。あ、飛んだ。ピケファイヤーで。
アイテムに頼ってましたけどね。続いてこちらも悪の使者に出てきたところなんですけど、うわ、リュッカー、ここもなかなか広いですよね。あら、うわ、マジで、マイナーガードが、勝たないといけないんだ私は。よし、あー、うわ、最悪だ。また負けた。うわー、最悪だ。まあいや、別に下手くそなんでね、別に。てか紹介だけなんでね。まあここのコースはちょっとよくわからなかったので、ピクミンかな、多分ピクミンだと思うんですけども、お、何気に、なんか、なんて言うんですかね、いい感じのコースだと思うんですけどもね。あら、わっ、当たらなかったか。あら、よしよし、変なところに設置しちゃった。よーし。あ、30分過ぎちゃいましたね。あ、間違えた。もういいです。またウルフ。もういいですよ。ここのコースなんですけども、
一応私はピーチジョージョーク2と言ってますと呼んでますね。まあ背景がピーチジョーなので、やっぱり関連性が高いというのとですね、64の方のタイトルでマスターハンドがこのコースに配置してるんですよね。あら、あれ今回避したのに。今私、何敗だ ?3 敗ぐらいしてますね。え?うわ、なんで私がアシストフィギュアゲットすると必ずこういういらんものが出てくるの。ちょ、ちゃはま、なんだよあのキノコ。あら、なんで相手の攻撃が先当たるんだ。おっと危ない。危ない。と、これで最後ですね。このコースもあんまりよくわからないんですけどもね、なんとなくドンキーコングの BGM にしました。まあ、合ってるような、合ってないようなっていう感じですね。あ、そうなんですか。びっくりした。うわ、チビかよ。逃げよ、あー。あら、当たらなかった。結構こけるな。お、シングル。え、何してんの。サドンですか。サドンです。多いなバイバイというわけで私がハックしたコースは以上で終わりです。ご視聴ありがとうございました。おそらくですね。
新たに追加することもないだろうし、入れ替えることもないですね。コードをいじる、まあ、アプリというかソフトで見たんですけども、もうどうなっているのかわからなくて、まあ、下手にいじると、まあ、正常に使えなくなってしまうかもしれないので、まあ、これで、これはこれで、置いとこうと思います。あ、では、ねえ、本当にご視聴ありがとうございました。まあ、かなりグダグダだったと思うんですけどもっとね。じゃあ、バイバーイ。バイバーイ。またねー。